はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、ちょっと風邪をひいたというかね、寒気がするんで多分、風邪の前兆です。なので、まどろみバーメイドさんの第3巻で載っている、ブルショットというカクテルを作りたいと思います。使うのは、これコンソメです。まあ、本当はこれ、ビーフブイヨンっていうコンソメの、なんかちょっと違うパターンみたいなやつがあるらしいんですけど。まあ、コンソメでもいいって書いてあったんで。で、本当は、ブルショットは冷やして、シェーカーで作るカクテルなんですけど、それは、作らず、ホットで、ね、作りたいと思います。お湯に、この、コンソメを溶かして、で、ウォッカを1対、このビーフブイヨンを2です。の割合で、混ぜて終了。完全に風邪ひいたっていうか、風呂入って寒気がするんで、これ風邪のなんで原因か、何が原因かって言ったら、睡眠不足ですね。最近とにかくもう夜更かしどころか、なぜか、寝る時間が、意味がわからない。とにかく、意味がわからない。寝る時間が夜、7時なんですよ。でね、で、起きんじゃん。朝、6時くらいに起きんじゃん。でね、そっから、夜を超えて、さらに次の、夜7時までね、朝の7時まで起きてるんですよ。わけがわかんない。完全に24時間起きてるんですよ。わけわかんないです。自分でも何言ってるかわからない。ウォッカ。ウォッカ 30cc。まあ、60ぐらい入れとくか。で、あと 120cc。これ、スープ入れて、混ぜて出来上がりです。120cc は、これだとちょっと測らない。これ、ブルショットです。あ、初めてです。作るの。ブルショットってカクテル自体知らなかったっていう感じなんですけど。なんかね、卵を使ったカクテルっていうのを聞いたことあるんですよ。なんかあったかい。あったかいカクテル。名前も知らないですけど。寝たんですけど、眠れないんですよね。2時間ぐらいで起きちゃうんです。睡眠薬で、
飲んでるんですけど、はい。乾杯。うん。あ、辛。ウォッカ辛。温められてるからか、ウォッカがすげえ、ブワーってくる。アルコールの辛さが。で、その後にこう、コンソメの味がするんですけど、これ全然おかしいな。主人公がお酒最初嫌いだったんですよ。うん。でまあいろいろあって、でこれを飲んで、美味しい、何これって言って、不思議な味の、こんなの飲んだことないって書いたんですけど。これきついっすね。これきついっすね。これまあ、ビーフブイヨンじゃないからって言われりゃそうなんですけど、ビーフブイヨンなんてそもそも知らないんで、売ってるところを見たことないというか、そもそも探さないんで。これきついな、これ。ああ、きつい。これきつい。これきつい。これきついわ。これはきつい。で、ソースとか、ウスターソースとかな、とかで、アレンジ。できる。まあ、してもいい。らしい。タバスコ。辛いやつ。ちょっと、体温めましょう。だからね、薬、一日飲んでないんですよね。もうずーっと、あ、辛っ。朝昼晩って飲まなきゃいけない。で、寝る前って飲まなきゃいけないんだけど、その4つ全部飲まないで、普通にパソコン見たりして、いるんですよ。で、飯も一切食ってないんですよ。確実にこれだろ。しかも寝てないんですよ。24時間。寝てないんですよ。で、寝ようと思って次の日、ね、寝ようとしたら2時間で起きるんですよ。で、おかしいなと思って、また寝ようとして、なかなか寝れないで、寝たと思ったらまた2時間後に起きるんですよね。それが3回ぐらいあって、昨日朝で、ね、夜7時か8時ぐらいに寝たんですけど、もう何度も、なんか起きて、だからいつも、寝れないから、睡眠薬飲んで寝れるんですけど、まあ、入眠導入剤ってやつですね。睡眠薬に3つぐらい種類があって、最初の、飲んで30分ぐらいでいきなり効果を発するやつと、で、効果時間が短いんですけど、入眠として、眠ってしまえば、眠れるっていう人向けなんです。これ俺がいつも飲んでる。なんて名前だか忘れたけど。で、それの逆パターン。寝たら、すぐ起きちゃうって人に対して、その、長めの、6時間、7時間ぐらいの、まあ、寝れるっていう。で、あと、そのな、中間ぐらいの、うん、やつがあって。ああ、ちょっと軽いな、これな。あ、でも、
これちょっとビーフブイヨン今度買ってこよう。どんなやつ？そもそもビーフブイヨンっていうのがあるのかもよくわかってないんですけど。ビーフブイヨンとコンソメの違いは一応書いてあるんですけど、違いは、ブイヨンはフランス語で出汁という意味で、コンソメは完成されたという意味があります。日本ではどちらもスープの素として使われることが多いのですが、本来ブイヨンは肉と魚、野菜などを長時間煮込んだもので、調味料を加える前の状態のこと。うん。あ、なるほどね。簡単に言えば、塩入ってないっていう。肉と野菜と魚入れて煮込んだけど、その中に塩一切入れてない、胡椒も入れてないっていう状態のこと。コンソメはもうすでに食塩とか入ってるんで、しょっぱいんですよ、若干。で、そのブイヨンをこして透明感を出して、調味料で味を整えたスープとして仕上げたのがコンソメ。つまり、コンソメだったらそのまま入れて、これお湯入れてバーって混ぜれば出来上がり。これでスープ出来上がりってなるんだけど、ブイヨンはただの出汁っていうことですね。うん。ああ。なんだかんだちょっと美味しくなってきた。本当はコミケの4日目に、行こうと思ったんですけど、4日目。なんか、ニュースがあって、3日目になんかすげえ、ことになったと。なんか待機列の、まあ、いわゆる並んでる人たちが3時間ぐらい、ひたすらまあ、炎天下のフランス、違う。まあ、いわゆる、むちゃくちゃ暑いアスファルトの上に、ひたすら並ばされて、で、数人が救急車で運ばれて、心肺停止状態とかにもなって、AED とか、あと、もはや救急車が、隊員が追いつかない状態で、もう、お客様の中にお医者さんはいらっしゃいませんかみたいな、ブラックジャックみたいな感じの状態になって、しまったみたいな。で、おまけに、確か、よく俺もちょっとわかんない、わかんないんだけど、コミケ行ったことないんでわかんないんですけど、今年までのコミケは、違う。今年からコミケが有料になったということですね。で、4日間開催してるところの、1日、まあ、500円だったか、バンドみたいなのつけないと、その500円で買ったやつのバンドでつけないといけないんですよ。俺普通にずっと有料だと思ったんだけど、違ったんだな、あれな。で、なんか購入した人間よりも、なぜか、なんか無料の人の方が優先されて、1時間ぐらいで。有料で買った人が3時間並ばされたのに、なぜか、無料の、よくわかんない。ここら辺もよくわかんない。なんで無料なのかもよくわかんないんですけど、さっぱり。意味がわかんない。だって有料なんでしょっていう。だからその人たちが1時間ぐらいで入れたっていう意味がよくわかんない。そもそも何言ってるかわかんないんだけど。だから有料なんでしょって、有料なんで何が無料なのって話なんだけど、さっぱりわからない。とにかく。まあ、どちらにしろ、有料で買ったやつよりも、無料で入ったやつの方が早く入れたっていう。2時間も早く入れたと。っていうことです。で、まあ、今ちょっと体調も優れないんで、今、そう、8月12日なんで、コミケの4日目なんですけど、ちょっとこれ俺いけないな。っていうのと、やっぱり暑さで多分死にかけると思うんですよね。
で、しかもコミケ、今まで、行ったことないんで、どういう、感じなのかもさっぱりわからないんで、多分、間違いなくぶたおれると思うんです。これちょっとタバスコ入れすぎたけど、これ、普通のタバスコじゃなくて、これめちゃくちゃ辛いタバスコで、タバスコの何倍、これ何倍辛さだっけ ?5 倍ぐらいの辛さ。あ、忘れた。これタバスコのこれ何倍だっけな、まあ、相当辛いんですよ、結構。激辛マニアの俺でもね、結構、割かし辛めの、ハバネロ。何倍？タバスコ。あ、これ一番辛いやつなんですけど。え？ 2019 年の7月の1日から発売されたスコーピオンソース？え、そんなの発売されたの？タバスコのこれよかさらに辛いのが出たらしいです。マジで？その辛さはタバスコブランドの中でもナンバーワンだって、つい最近出たやつ、1ヶ月前に出たやつじゃん。マジかよ。これ、あれだな。買ってこよう。で、これがハバネロソースってやつ。タバスコのハバネロを使ったソース。その辛さはペパーソースのなんと2倍。ペパーソースってのは何ですか？普通のやつ。普通のタバスコのやつがペパーソースらしいです。嘘だろ、これ。これ2倍？この辛さで2倍ってちょっとおかしいですね。おかしいな。普通のタバスコなんてマジで酢レベルです。普通の酢じゃないっていう。辛さなんてほぼみじんも感じないような。こんなん出たんだ。スコーピオンソースだって。へぇ。タバクスコスコーピオンソース。で、ちなみにこれ結構でかい、容量で。普通の 150cc のやつじゃなくて、あ、ごめん、150cc でした。店で置いてあるやつが、多分結構ちっちゃいやつなんですけど。それのでかいやつ。今度買ってみよう。史上最高の辛さ。だって。え？ちょっと待って。通常タバスコが、スコビル値が2500から5000なのに対して、このスコーピオンソースはなんと200万ってことは、え、桁が違う？あれ、桁が違う？おかしい。200万。割る5000でしょ。400倍？え、ちょっと桁上がりすぎじゃねえ？ちょっとこれ。嘘？これ嘘だろ。原料としてハラペーノよりも240倍辛い、トリニダードトバゴのスコーピオンペッパーを使ったと。ほんとかよ、これでも2倍って言ってるぐらいのあれだからな。これ2倍どころじゃないですよ。まあ、多分5倍ぐらい、5倍か10倍ぐらい辛いです、これ。普通のタバスコより。まあ、ぶっちゃけ辛いものだったら別にあれですよ。そんな知ったことじゃないんですよ。うん。辛いもんなんて、上を目指せば目指すほど、ただ辛いだけになるんで、いかに辛くてうまいかなんですよね。うん。いかに、うまくて辛くてうまいかなんです。だから、俺もいろいろデスソース買いまくったことありますけど、もうね、
もうね、一般的に言われてるサドンデスソース。あれは、ドンキホーテで売られてるサドンデスソースっていうデスソースの、サドンデスソースってやつがあるんですけど、あれの、100倍ぐらい辛いやつの、なんだっけな。サドンデスソース。これね、100倍ぐらい辛いやつがあるんですけど、もうその時点でもう、もうね、ダメだ。そう、この、よく、YouTuber が、まあもうやってる人いないかもしれないですけど、辛い辛いっつって、ね、サドンデスソースとかって言って、やってますけど、まあ、ドンキホーテ行けば大体ほぼ売ってるんで、なんですけど、これが10万スコビルっていう単位、辛さのスコビルっていう単位があって、これが10万なんですよ。で、俺が飲んだ、多分一番辛いやつが何デスソースだったか。この種類のメーカーのやつで120万スコビルのやつ。12倍辛いやつなんですよ。もう、もはやね、あれはもう、辛すぎても、味がもう、しないです。うん。もはや。あ、ウルトラデスソースですね。そう、ウルトラデスソース。ウルトラデスソース。これ辛さが120万スコビルぐらいです。ですね。これがとんでもなく辛くて、とんでもないですね。で、これぐらいでとんでもないって言ってると、またガチ勢の人に、言われるんですけど。こちらのスコビル値は117万3000スコビルって書いてあります。サドンデスソースの 11.7倍です。これはもうね、辛さしか感じないんで、痛さしか感じないんですよね。なので、個人的におすすめするのは、やっぱりビシャスバイターっていう、通称ヘビと呼ばれてる、デスソース、ヘビでググると、出てくるんですけど、まあ、マムシとかの、青大将とかのヘビですね。で、出てくる、ビシャスバイパー、バイパー、っていうやつですね。これがおすすめ。うん。出てこねえんだけど。ビシャスバイト。これぐらいの、ちょうどいい。これぐらいがちょうどいいんですよ。マジで。これがね、スコビル値が25万スコビル。なので、先ほどの、サドンデスソースの25倍辛いやつなんですけど、ぶっちゃけサドンデスソースは、まあ、昔も見たやったんですけどね、新しいパッケージになってから圧倒的に辛さが落ちてるんですよね、あれ、ね。どう見ても。まるで辛くないんですよ。でもこの、ビシャスバイパーっていうヘビが口を開けた、感じの、やつなんですけど、パッケージ。これが、ちょうどいい辛さで、で、なおかつ、うまさがあって、原材料のところに、なんかジュースとか、グアバジュースとか、果物とか結構入ったりするんですよ。なので、まあ、多分一番美味しいんではないかと、思います。ということで。ちょっともう一杯行こうか。これちょっとこれす、あれやな。これは、
これは、ありゃ。てか、マジで俺何も食ってねえな。最近とにかく何も食ってないことが多いんですけど。あれ？俺飯食ったっけ？あ、食ってねえな。よく考えると24時間ぐらい食ってないですね。これはね、ちょっと、これは、あれは？ちょっとこれきついですよ。うん。これ普通に作ると圧倒的にきついですね。これそうだね。トンカツソースとかウスターソースとか使った方が絶対いいと思います。ウスターソース。やっぱりね、ソースはブルドッグ。やっぱりソースはブルドッグ。これウスターソースはね、あんま使わねえんだもん。トンカツソースから使わねえんだもん。やっぱりソースはブルドッグ。で、割合を完全に、おかしい。これ普通に作ると、ウォッカを1対、ビーフブイヨン2で作ると、どう考えても辛すぎる。で、しかもホットで作ってるんで、普通はホットで作らないわけですからね。まあ、まどろみバーメイドさんの原作コミックス、好評発売中です。だがしかし、個人的にお勧めしないのは、ドラマの方で、まあ、最近出たドラマ。うん。まどろみバーメイドの、はい、完璧。ドラマがあるんですけど、全然面白くないですよね。うん。うん。あ。うん。うん。あ、こんぐらい。うん。うん。ドラマの見たんですけどね。まず主人公がね、どう考えてもあんなにぽっちゃりしてないんですよ。うん。で、圧倒的に表情がね、あんなに笑顔じゃないんですよ。まあいいや。まあ、ということで、こちらは、そうですね。原作のコミックに忠実に再現はしてないんですけど、まあブルショット。まあ俺初めて飲みましたんで、作りましたんで。ね。まあホットですけど。まあ今度は、冷たいアイスで作ろうかなと、思います。これは買わなくて、作らなくていいでしょ、これは。うん。あまりにも、ホットだとこれ、ホットバージョンですからね、言うて。まあ、圧倒的にきつすぎる。ウォッカが辛すぎる。やはり、ね。3、4、5、2です。ご視聴ありがとうございました。